本日は2022年の9月の13日火曜日、ここは神戸でございます。今日ねこちらねプリズマエリア店の方にやってまいりました。なんかキャプテン翼の方は入場無料だそうなんで、一応なんか後で行っておこうと思います。こんな感じで、こんな感じでプリズマエリアの、展示に行ってきました。そのままこの建物のところ撮ってるんですが、ちょっと人が少ないんで、あちらに見えますのが三宮駅でございます。あのポートライナーに乗って、2駅くらい進むと、聖地の橋にたどり着きますという感じでね、まあ、どんな感じだったかというと、まあ、いつもの、ね、アニメーターさんが描いたカット集だったりだとか、まあ、なんかいろいろ展示だったりだとか、写真もね、いくつか撮れたので、まあ、乗っていこうかなというふうに思います。で、なんですけど、入場特典なんですけれども、これがね、豪華でして、これがね、かなり豪華です。これね、何がっていうとね、まずね、今持ってるのはこんなってあります。で、こっちのね、四角色のやつと、このポストカードは、最初1枚だけもらう、1枚ずつもらいます。最初にね、ポストカードから選びます。で、ポストカード選べます、好きなやつ。はい。で、イリアを取ったのであれば、イリアのコースターがいただけます。で、黒を取ったら黒のコースターがいただけます。僕最初ランダムのやつでも、まあ誰でもいいやと思ってたんですよ。見たら黒だったんで、あ、じゃあ黒をね、と思って、あ、コースターもこれ黒をいただけるんだと思って、普通に。で、こちらのね、四角いやつは曜日特典になっておって、なっておりまして、SNS、まあ、Twitter で確認していただければ、絵柄がわかります。はい。で、なんですけども、これ何で2枚お前持ってんだ、お前盗んできたんかと思うかもしれないですけど、出るときかどうかはあれなんですよ。僕は出た後にツイートして、店に行ったんですけど、イリア店のハッシュタグについてツイートすると、またね、選べるんですよね、このポストカードと、コースターが。まあ、正確にポストカードだけ選べます。でポストカードを選ぶとコースターもキャラを、ね、合わせていただけるので、まあねまあ、もし欲しい方がいればぜひね、まあ、ツイートして店に行ってまたもらえるんでもらってくるといいんじゃないかなと思います。曜日特典はさすがに1回だけの入場の特典だけとなっております。入場料が、ね、1300円なんですけど、まあ、多分当日とかその前日に払うと1600円になっております。なのでまだ19日までだったかな、やってるんで、まあ、暇だったり時間がある方は訪れてみるといいんじゃないかなと思います。入場特典だけでもかなり豪華なんで、3000円以上でチョッパーもいただけるので、それもいいと思いますよ。でかくもないんでね、紙袋の中に入ってます。すいません、ちょっと後でポツかったら橋行くんで橋で見せようかなと思います。じゃあそんな感じで、そろそろ動画を終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。